今回はフィンガーライムの花と実についてまとめました。この木は高さ約 1.8 メートルあります。品種はオーストラリアンブラッドライムです。4月1日には小さなつぼみがたくさんついていました。この品種は耐寒性があるので3月下旬から花のつぼみや新芽が動き始めていたと思われます。新芽の先端にも小さな花のつぼみができている。4月6日、つぼみが大きくなり、さらにつぼみが増えてきました。4月10日、つぼみがさらに大きくなり、つぼみもさらに増えてきた。丸い花のつぼみの先端が白くなってきた。花が咲き出す日は近い。つぼみがさらに大きくなり、つぼみがさらに増えてきた。4月17日、花が咲き始めた。この品種は花弁が5枚である。花は約1センチのピンクがかった白である。まだまだたくさんのつぼみがあり、今後満開になるであろう。4月23日、花がさらに増え、開花が進み、半分くらいのつぼみが花になっている。中には三弁花がある。たくさんのつぼみや花がある。これは花の拡大写真である。花の構造がよくわかる。
三便下の構造も同じであるが、おしべの数が五便下より少ない。5月2日、花の終わりかけである。おしべの花粉がいっぱい出ている。これは花弁が落ち始めている状態である。花弁が落ちると続いておしべが落ちていく。この写真はおしべが2つ残っているが、おしべが落ち、めしべの脂肪が大きくなっているのが見える。受粉しているかどうかはわからない。これらも花弁が落ち、脂肪が大きくなった状態である。6月6日、このように脂肪がたくさんあり大きくなっても、すべてが実になるわけではない。まだまだつぼみができ、花が咲いている。5月14日、最初の花の実が大きくなってきた。脂肪が大きくなり黒くなってきた。花はまだある。これは脂肪が落ちてしまった花の跡である。脂肪と分離した花托についている花瓣を見ることができる。花瓣は黒っぽい部分である。脂肪の落下は木の成長に合わせた自己調整的生理的な仕組みのようである。受粉後1ヶ月くらいは続くようである。5月21日、花はほとんど終わり、実が大きくなってきている。まだつぼみを持っている枝がある。花がたくさん咲いたにもかかわらず、実が少ない。生理的落下の影響と思われる。一つの枝を例にして、花の数と実の数を調べてみた。19個の花が咲き、3個の実ができたことが分かった。実のついた割合は 15.8% である。この数字は全体を表しているわけではない。調べた枝の結果率である。5月25日、最初にできた実は5ミリを超える大きさになってきた。これは他の品種の果実の様子である。長さは5センチを超えている。